ようこそブラザーズネギチャンネル。今回はオフシーズンのニュートラルポジションの練習をやっていきたいと思います。シーズン中のニュートラルポジションの動画はこちらの動画を確認してみてください。で、ニュートラルポジションについて軽く解説していくと、ジャンプするだって自分をやるときに必要なポジションになってきます。なのでこれが基礎になってくるので、まだ知らないって方は今のうちに練習をやっておきましょう。今回のニュートラルポジションの流れは3つになります。1、足を肩幅に開くことで、2、しっかりとしゃがむことで、3、目線です。この3つで分けてやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。ではポイント1つ目ですね。足を肩幅に開く。で、この足を肩幅に開くところのポイントを説明していきたいと思います。まあこれに関してはもう肩幅は人それぞれあると思うんですけど、自分の肩の幅ぐらい、まあ内側ですね、ここの内側の幅が肩幅になるぐらい、これだけで OK です。で、特に補足はないんですけど、肩幅がなんで重要なのかっていうと、バランスですね。左右のジャンプしようと思った時に横にずれたままジャンプしたら当然横にバランス崩れてしまいますよね。なので左右のバランスを取るために肩幅に足開いてあげるっていう感じ。肩幅に足を開いて左右のバランス取れるようになったら次のポイント行ってみましょう。ポイント2はしっかりしゃがむことなんですけども、しゃがむっていうのは重心を落とすっていうことですね。重心を落とすっていうのは膝をしっかりと前に出して低い姿勢をとる、これができれば OK です。で、補足なんですけども、膝が前に出ずにしゃがんでしまうと後傾になってしまいます。なので自分の膝が自分のつま先らへんまで出るように膝を前に出してしゃがむっていうのがポイントになってきます。では、ポイント1の肩幅で、ポイント2のしゃがむ、このポイント2つを押さえてできるようになったら次のポイントへ行ってみましょう。はい、ではポイント3つ目、最後のポイントは目線ですね。これに関しては目線をしっかりと自分の進行方向に向かって送ってあげるようにしましょう。で、さっき最初にやった1つ目のポイント、2つ目のポイントで、これを意識するとおそらく目線は下の方、またはちょっと前ら辺に行くと思います。なんですけども、この状態だと頭が下がってしまって重心が軽く前に倒れがちになってしまいます。なので目線はしっかりと前に置く、これを意識してやってみましょう。これに関しては補足はないんですけども、今まで 1,2,3 ステップやってきたことをしっかりと1個ずつ意識をした上で目線を前に送っていいポジションのままキープできるようにしましょう。ではここまでの3ステップはすぐに意識すればできるようになるので、じゃあここから早速ジャンプを入れていきましょうか。ではじゃあまず 1,2,3 この形を作ったら、ここから真上に軽く飛んでみましょう。でもう一度いきます。肩幅1、しゃがむ2、目線3で真上に向かって、これで OK です。横からもやっていきますね。まずは1、2、3、ジャンプっていう感じですね。ではここで気をつけるポイントなんですけども、いくつかあるので説明していきたいと思います。で、まず1つ目気をつけるところは、ポジションを作ってからジャンプをする方向ですね。ジャンプする方向が後ろに向かって飛んじゃう、または前に向かって飛んじゃう、これはダメになります。なのでしっかりと真上に向かって飛ぶっていうのが、ポイントになっていきます。で、その次に飛ぶところって言えばいいのかな、足の裏どこで踏むかがすごい重要になってきます。これつま先で飛んじゃったり、かかとで飛んじゃったり、これは×になります。なのでしっかりと土踏まず、まあ、下に力がこう加わっていって土踏まずからまんま真上に飛ぶ、これを意識してやってみましょう。でもう一つ注意するところは、ニュートラルポジション、ここからジャンプしようとした時にしゃがんでジャンプしてます。せっかく作ったポジションからしゃがんでしまうと後傾になったり前に行ったりするので、なるべく作ったポジションから上に向かって飛ぶように、ここからさらにしゃがんで飛ぶのは×です。なのでしっかりとポジションを作ったところから真上に飛ぶように意識しましょう。ではこれで、ニュートラルポジションの練習は終わりになります。まあ、この後、回転の動画も出す予定なので、そちらも合わせてご覧になってください。今後もこういうフラットのトリック、家でできるようなトレーニングとかもいっぱい出していく予定なので、ぜひ
高評価とチャンネル登録お願いいたします。では今回はこれで以上になります。ありがとうございました。